須賀川市の県民リポーター堀江俊介です。今回私がご紹介させていただくのは会津の名店が須賀川にもオープンしたということで、去年須賀川市にオープンした2代目めでたい屋さんです。醤油と塩、この2つの味の新会津中華そばをいただきました。こちらの醤油ラーメンなんですけれども、スープは結構こう濃いめの色をしてるんですけれども、こうすごく柔らかい味の、そういった醤油のスープが私には感じられました。こちらの塩のスープなんですけれども、一般的に皆さんが考えられているようなさっぱりとした塩というよりは、少しコクがあって味わい深い、そんな塩ラーメンで、ここにしかない味なのかななんてことを感じました。皆さん試してみてください。県民リポーターの堀江さんがおすすめするお店がこちら、2代目めでたい屋です。めでたい屋と聞いてピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、そう、実は会津若松市にある創業31年の元祖会津中華そばめでたい屋。会津中華そばとソースカツ丼がセットになったメニューが大人気で、会津で長年親しまれています。そのめでたい屋の分店として、去年の11月に味どころ2代目めでたい屋が須賀川市にオープンしたんです。そんな2代目めでたい屋の熊田さんは、店舗の運営やメニューのプロデュースを担当。お客さんに喜ばれるために日々メニューの開発などを行っています。ラーメンへの一番のこだわりはありますか？そうですね、当店ではスープを非常にこだわってます。会津地鶏を低温で煮出したスープになってるんですけども、それにプラス5種類の醤油をお作りして使っております。そう、2代目めでたい屋の一番のこだわりはスープ。そんなスープには鶏の旨味を存分に味わってもらうために、会津地鶏の丸鶏を使用。これをぶつ切りにして、カツオや利尻昆布で1日寝かしただしに入れて、低温でじっくり5時間煮込みます。低温で煮込むことで鶏の旨味を最大限引き出せるんだそうです。会津めでたい屋のスープが煮干しベースになっているのに対し、須賀川は会津地鶏と魚介のダブルスープになっているのが特徴なんです。種類が、ね、違うんですね。醤油だれは厳選した5種類の木揚げ、再仕込み、有機濃い口、薄口、たまり醤油をブレンドしたものを使っています。それぞれ特徴の違う醤油を5種類ブレンドすることで、味に深みが出るんだそうです。チャーシューは葉山高原豚の豚バラを使用。醤油、みりんと酒、砂糖を入れたものに豚バラを入れ、2時間ほど煮込み、1日寝かせたら完成です。おー、美味しそうですね。いい色ですね。麺は喜多方蘇我製麺の特注で作ってもらっている中太縮れ麺です。こちらが会津のめでたい屋から進化を遂げた究極の新会津中華そば醤油。会津のお店とは違う味を味わってほしいことから、あえてスープのベースを変えたんだそうです。またこの運ばれてきた新刊醤油の香ばしい香りに食欲そそられます。透き通った綺麗な黄金色、いただきます。しみる、わ、深い、すごく濃い、わ、醤油の芳醇な香ばしい香りの後に、ふわっと口の中で甘みが広がるんですよ。5種類の醤油を使ってるからか、味の深み
がやっぱり違います。綺麗な縮れ麺いきます。もちもち、弾力がすごい。水分量が多くてツルツルとしているんですけど、中にちゃんともちもち食感があって、噛めば噛むほど小麦の香りだと、まず醤油の絡んだ甘みも広がってきて、もう贅沢感、満足感あります。うわー大きい。へー、すごい、すごい大きさ、輝いてる。いただきます。ほろほろっとほぐれて甘い。噛んだだけで豚の甘い脂が広がって口の中幸せです。そして県民リポーターの堀江さんがここにしかない味と絶賛していた塩ラーメン、はい、ベースになる塩だれは会津山塩とクリスマス島の塩をブレンドし、さらに干し貝柱をふんだんに使用することで、はい、スープの味を引き立てるんだそうです。うわ、またこれも綺麗な透き通った美しいスープですね。見た目がね、おしゃれ、先ほどよりも、ね、魚介の香りがすごく今してきます。はあ、優しい。あ、すごくまろやかです。さっきの醤油ラーメンと違ってガツンと魚介系の旨味がきますね。このスープの塩味と鶏油の油の甘み、絶妙なバランスで伸び続けたくなるスープです。この塩スープと合いますね。麺噛みしめるために麺の小麦の香りと絡み取ったこのスープの旨み、すべてがちょうどいいバランス、食べ続けたくなる麺スープですね。さらに2代目ベレタイヤをプロデュースする熊田さんがお店をオープンさせるにあたり、ラーメンと一緒に食べてほしいと試行錯誤を重ねて完成させた、須賀川の分店でしか食べられないあるものもいただきました。これ贅沢すぎます。スプーン止まらないです。はい、こちら、はい、当店オリジナルの黒毛和牛の牛すじカレーになります。カレー、ありがとうございます。牛すじ、わあ、いい香り、カレーのいい香り。そう、熊田さんがラーメンと一緒に食べてもらいたいメニューは黒毛和牛の牛すじカレーだったんです。珍しい。旬は近江牛、仙台牛、米沢牛などの黒毛和牛のすじ肉を煮込んだり寝かせたりしてを繰り返し、1日かけて作るという手間をかけたもの。そんな牛すじカレーと自慢の中華そばをセットでお得に楽しむことができるんです。すごい、また新しい組み合わせですね。お肉柔らかい。これ贅沢すぎます。この牛すじがこれでもかってくらいゴロゴロ入ってて、歯を入れただけでホロホロっとほぐれる。でこのカレーのコクと肉の甘み、ちょっとカレーのルーがスパイシーなので、また絶妙なバランスでスプーン止まらないです。さらに秘伝のスパイスオイルをかけて味変を楽しむこともできます。ただかけすぎると私みたいにむせるのでご注意ください。辛みがありますね。程よくね、かけましょうね。今田さん、今後への目標をお願いします。はい、会津本店のめでたい屋と違い、本店オリジナル のスープとなっておりますので、まずその地域の皆さんにそちらのスープ、ラーメンをぜひ味わっていただきたいと思います。